取ってある？取ってもうないでしょ。もうだってその時に形にならなかったから、取ってあると思う。あ、取ってあるよ多分。ノートとかに。ね、電話するとき落書きしながら電話しない？電話？電話自体しない。あ、そう。うん、電話が嫌いだから。あ、そう。私電話してるときずーっとね、絵描いてるの。だからそっちのけってことでしょ。そっちのけってことでしょ。だって電話の電話の相手にちゃんと向き合わないと。いやいや、向き合ってるよ。向き合ってるけど笑顔にできちゃう。あ、だからこうやってあれでしょ。あれでしょ。だからなんかこう黒電話だとさ、くる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 やってるような。黒電話だと。黒電話だと。ないだろ。くる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 やってるじゃん。まあみんななんかこうやってやってるじゃん。なんかあんな感じでしょ。そうでしょ。そうなのかな。違う。どうかな。なんか形にしていきたくなる。喋ってること、あイメージのこんな風にこう、それはすごいいいんじゃないか。それはいいんじゃない、作品としては。だからその相手はどうか分かんないけど、ね、まあ、相手に別に見せるわけじゃないから。そうそうそう。でも、まあ、キリンさんちょっと上手そうだなみたいなのないの。それね、いつもだから。あ、そうなの。興味があるところがすごくピンポイントだから。あと、ラジオの生放送でも外見てる時あるからね。あ、そうなの。ファーッとして、あ、俺この時に水飲めばいいんだ。そういうことか。今じゃないと思う。喋ってるところで水飲む。違うのか。二人きりで喋ってる時に水飲んでない。それ違うのか。ね、どこで飲むのかなと思って、未だに分かんなくて。そこで飲むんだよ。いや、もうだって喉乾いちゃったから。喋ってね。喋ってね。飲んだ。じゃあ、潤ったよね。潤った。じゃあ、歌おうか。どっかは何歌おうか。あれよ、あれほら。丘の上。さ。丘の上好きだね。好きな。丘の上歌えるのかな。分かんないけど。あなたの曲。まあやってみよう。よし、じゃあちゃんたながヘブンで丘の上の喫茶店です。じゃあ聞いてください。よし、行くか。丘の上の喫茶店、丘の上の喫茶店、いつも通りかかる今日は
よし。大好きこれ。今日は不満足でございますね。よかった。いや、前にあの、ね、不満足じゃなくてよかったよ。あ、はい、ストーリーでやったので、うんうん、ずっとこれを一人で聞きながらストーリーを考えていたので、はい、なんか思い出が。あ、ね、私の覚えたあのリズムと違ってた。確かに全然わかんないから俺。申し訳ない。自分が違って覚えて。違う、いやそれもありだよ。さ、音源がそうなってるからね。音源がそうなんじゃないの？多分。毎回違うからね。すごいね。歌詞もいいよね。俺の曲だこれ。いいね、これ鳴ってるの俺の曲だ。シマウマに乗っていかないかいだ。シマウマいいだ。あ、そうか。ああいう。さあ、ね、今年あ、秋だっけ？秋。あ、そう。11月ね。ね。あと何大きな、なんか OK やろうとしてることある？まあね、あのヨーロッパにね、あのお城をね買おうかなと全然思ってないですそんな夢を見つかったどうかなと思って。ただね、あのお城は欲しいのか？うん、なんかお城は欲しいのよ、うん、でもあのお金かからないお城欲しいです。夢のお城前で描くお城ぐらいかな。絵の活動はどう？絵の活動はしてますよ。うん、なんか個展とかやったり。個展は してないけど、まあだいたい年に1回ぐらいはあの絵のイベントをあのオファーがあるからするよ。この間ほらライブの時にみんなが描いてとかってあったじゃない？あ、みんなが描く。今回あの前あったのは、うん、その4人のアーティストの人をそのちょっと絵に花に見立てて描いた絵を4枚。結構大きめの絵に描いて、まあ、初めて会った人とかばっかなんだけど、うん、なんかパッと見の印象で描いたり曲。あれも可愛かったよね、塗り絵。塗り絵よかったね。あれいいね、うん、塗り絵って名前にしちゃって言ってたけどね塗り絵さんっていう名前あれ好き。あれそうだね、うん、あれもどうにかしたいんだよ ね。みんなの思いも詰まってるし、子供たち用のもなんか作ったらいいかもね。そうそうそう、うん、あれあればいいね。夢を語れるっていいね。だいたい夢一人で抱え込んで形にしちゃうタイプだから最初に共有することはあんまないんだよ実は。でもさ、うん、最近というか前もここにちゃん田中ヘブプレゼンでさ、うん、あの女の子たちをさ、はいはいはい、この子がいいよ、うん、あの子がいいよって言ってくれたりとか、いやなんかこうどういうなんかいませんかっていう話があったからもう、あの妖精さんじゃ4人集め回してって4人集めたんだよね。あったでしょ。ありましたね、はい、あれ面白かったそうそう、ありがたいよね、うん、おみんな手振ってる、おいいね、うわーい、うん、わいわーい俺に振ってんのかと思ってね、いいね、そうそう、あちらにね、レギュラーのおじさまね、うん、よかったよかった、あ、いいね、いいですよそうそう、あとね、俺ね、あのね免許あるじゃん、運転免許、うん、免許運転できる人すげえなと思うんだけど、持ってないの？いや俺ゴールデン系のあの免許だったね。運転してないってことで、ね、そうそれで一応バイクも乗ってたの、あの中型の大きなやつ、うん、乗ってたんだけどこっちに来る時に売っちゃったの、ね、でまあ免許はあったんだけど、うん、もしかして更新してなかった？更新してなくて、で、あーそろそろかなって見たら平成26年って書いてありました去年？そうそう、去年。あのもうどうしよう、それどうなるの？どうしようもない、失効ですね。あ、もう一回取り直すの？はい、何十万もかけて、まあ、それか、免許センターに直接取りに行くとか。仮免じゃないの？なんかあかんねん。いやいや、取ればいいじゃん。そんなんできるの、うん、あ、そんなんできるんだ。できますよ、でも乗ってないからね。うん、あ、まあいいや、まあいいや、その話は練習つけてあげるよ。ただ、びっくりするかなと思って、そんなバカなやつもいるんだって。いや、いるよね。たまにいらっしゃいますね。俺、そうなっちゃって、見て、あ、1年以上経ってたらもうダメだと思って、親に謝って。せっかく通らせてもらったのに。免許持ってたんだ。免許持ってた。でもまあね、心の免許だけ持ってるから大丈夫。なんだかな。何その、あとは勝手にやってくれ。今月はちょっと諸事情あり、うん、全然今月は今日でおあにゃんくん大丈夫、今月はもう今日で終わりにしちゃいいんじゃない今月ってものを、あ、そうあるもう一回そういう、ちょっとリクエストばっかりしてたから歌いましょうよ。ね、え、いいよ。なんで？なんで？歌う？また喋り倒すとか？そう、何にも俺用意してきてないよ。なんか歌う？何がいい？いや、いい。ツバーしかないじゃん。ツバー。4回のうち3回ツバー。
ごいパワープレイだよね。パワープレイ。でもパワープレイもいいけど、今日はいいんじゃない？ちょっと名残惜しそうにずっとさ、この4分間さ、名残惜しそうにしてるわ、俺。ひどい、ひどい。いやいやいや。まあでもね、俺ほんと11月の14日にあるあのイベントはもう本当に気合い入れてやってるから、もう台本っていうかそういうみんなのも協力してもらって、いや本当来てほしいぐらい、本当にジャン君のね、お誘いメール丁寧なの、うん、もう毎回ね、申し訳ない、もう行かれないのよね、タイミングって分かってるから大丈夫よ、ね、でもね、うん、くれるの、はい、ちょっと一言あってね、なんかホッとするのね、うん、今度ドーナツでもつけとくわ、そうなんかどうやってつけるんだろう、手こいて、写メして、うん、あ、それだったらいいけどね、最近もうメールでなんか物とかも送れないのかなと思って、進化してるから、でもこの間ね、なんだっけ、アマゾンでね、はい、夜の 10時ぐらいに頼んだものが翌朝の9時に来たよ、あ、すごい、意味がわかんない、意味がわかんないよね、だからそういう、これそうだよね、すごいよね、じゃ逆に翌朝9時によくいたね、いや、いるよ、いるのどうでもいい、どうでもいい、聞いといてどうでもいいって喜んだよ、どうでもいいのかなと思って、わかんない、え、ほとんど家にいないの、ほとんど家に、いや、今ちょっと諸事情があったらね、リンボーがちょっと、あ、リンボー T シャツ見てよ、これそうだよ、リンボン T シャツ見えないよ、ぐしゃぐしゃになってて、いやいや、ほら、リンボン T シャツだよ、また王冠だけど、お城みたい、そう、これもお城みたいだよね、確かにね、ここがね、もうすでにお城みたいってことでしょ、うん、いやー、ほんと、リンボンの、リンボンってな、ね、リン、これリンボンの、リンボンってどうしてつけたの、リンボン、リンボン、それキリンって名前だったからだよ、ほんとに田中キリンだったから、そう、私さ、そうだったのにリンボンになってるよ、キリンボンってなっちゃったのよ、キリンボン、まあ、ボニョボニョしてるから、あ、そうなんですか、キリンボン、キリンボンって呼んでたけど、キリンボンがリンボンになっちゃった、だからリンブーとかリンボンとか、だから違う子になったのかなと思って、違う子になってない、キリンって名前、そうだから、キリン呼び捨てにしてるけどうちのもキリンだからひらがなだけどね、その代わり、うちはかわいいね、そう、かわいいでしょ、うん、作ったから、まあぜひよかったらみんなね、ででーん、あのネットで動物ホームページにあるから、あの投げ絵とかさ、うん、なんかそういうの子供向けの作ってほしいな、いや作りたいよ、なんか業者、そのプロの人でさ、書いてって言われたら書くんだけど、すぐ業者を連れてくればいいの、業者を連れてくれば全然いいよ、その俺偉そうにしとくから、はい、偉そうにしとくから偉そうじゃないの、こんなに偉そうにしてるのに、あ、ジャックフレンドリーですね、あ、そうなんだ、ね、よかった、よかった、エロそう、エロそうエロそうじゃない、エロそうじゃない、エロそう、全然、ね、全然エロそうでも偉そうでもない、全然、そうか、ジャックはジャックっていうジャックだからね、あ、塗り絵とか確かに描きたいね、あの業者の人がいればね、それだから業者じゃなくていなくてもいいの、大変じゃんだって、え、なんか大きくしていくのが大変じゃん、一個ずつ増えていけば、あ、本になるじゃん、あ、そういうこと、それはすぐできるよ、うん、俺、うん、だから言ってんじゃん、いいの、それで、いいよ、それで、じゃあそれ書くわ、うん、もう決まったどこに通せばいいの、ここに通せばいいの、いいよ、俺自分でやらない方がいいんだけど、それ、あ、じゃあ分かった、もう全部その、うん、それ扱って勝手にあのどんどん大きくして、じゃあいろいろワンちゃんの保護犬のいろんなのに、うん、あ、そういうことサポートで、も自分のキャラで書くんだよ、いいよ、うん、じゃあそういうことで、はい、時間なんでよろしくお願いします時間きっちり、時間きっちりです、ジャン君来る月はもうなんかホッとするしさ、嬉しくてしょうがないんだよね、うん、よかった、そうですね、はい、よかった毎週 ね、なんか肩の力抜けてスッとスッとインターホンに向かってさ、人んちのインターホンに向かってさ、スッとか言ってるから超怪しい、聞いてる、私も降ったし、ね、リモちゃんのバイバイもあったし、スバンタンゴ3回も歌わされるし、すごいね、コーヒーゼリー差し入れはあるし、確かにありがたいね、いろいろでしたね、うん、何歳でした、ありがとう、本当にジャンプならではでございます、うん、はい、また必ず来年も、はい、よろしくお願いします、はい、お互い様にありがとう終わっちゃったし、言いたいだけラストまで行っちゃってください、わかりました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。